エゾバイカ、エゾバイカ、エゾバイカ、学名、ブキシニーデイは、軟体動物門腹足口級空目、旧分類軟体動物門腹足口新腹足目に属する分類群の名称。巻貝の一種。種類が非常に多く、粒などの名で流通する、寒流系の大型種は、水産物として非常に重要である。全世界に分布し、少数の例外を除き解散。 多くは、多少なりとも、縦に長い殻を持つ。食用に漁獲される場や粒と呼ばれる貝の多くが、冷水域に住むエゾバイカの種で、日本海の深海に、生するエッチュバイ、越中シロ梅や、北方の岩礁に住むヒメエゾボラなど、重要な水産物となっているものも多い。しかしエゾボラもどき、ヒメエゾボラなど一部の種の大気栓は、麻痺を起こすドクテトラミンを持つので、 取り除かずに食べると食中毒である貝毒巻貝、粒中毒になる。一方、人間生活と直接の関わりのない小型種も非常に多く、温帯熱帯にかけては多様な種が分布している。軟体の詳細な比較や分子系統及び分岐分類学的研究の結果、従来は別化とされてきた糸巻キボラ科やヨフバイ科などはエゾバイ科に包含されるべきであるとも言われ、 逆に長い間イゾバイカに置かれた敵多倍、黒バイは別化倍化として分けるのが妥当とされる。火全体としては最も多様な環境に生息するものの一つで、水平分布では寒帯から熱帯まで、垂直分布では超寒帯から深海まで生息し、干潟、天石地、岩礁地、産後礁、砂底、泥底、熱水噴出口に至るまで、 エゾバイカの種が生息しない環境はほとんどない。基本的には海産であるが、寄水域に生息するものも少数ある。また東南アジアの渓流や湖障に生息するクレア族は淡水性のエゾバイカとされているが、分類学的研究が不十分なため実際には、トカの所属も含め系統関係などに不明な点もある、される。もしこれが本当にエゾバイカなら、 一つのトガで深海から淡水まで適応していることになり、海類の中でも数少ない例となる。体かは数ミリメートルの小型紙から数十センチメートルになる巨大な種馬であるが、水管口がよく発達し、体かが空系よりも大きい縦長型で右巻きなのが基本形である。しかし縦ごとなしぼらや左巻きエゾぼらのように、 例外的に左巻きの種もごく少数知られるほか、右巻きの種の変異で、左巻きの個体が出現することもある。殻の模様は様々で、温帯熱帯に住む種ではないのように、明瞭な反問を持つものがあり、深い海や北方に住む種では明瞭な反問のない、くすんだ色彩のものが多い。殻側は薄いものから厚いものまで様々あり、殻側が、 部分的に発達して長い盲状になる種もある。殻の表面は、滑らかなものから、わだち梅など顕著な西薔薇があるもの、特沙梅など、未発達な棘状突起があるものまでいるが、サザエ、サザエ科や骨貝、秋貝科のような、際立った棘を持つ種は知られていない。体の反問は多様だが、単色の地に、褐色や黒色の不規則なまだら模様を持つものが多い。 頭部には触覚が一つあり、その根元の外側に目がある。口は象の鼻や耳図のようにかなり長い興奮となるが、普段は根元の周囲から落ち込んで体内に収納されているため、外部からは通常見えない。これは亀の首が引き込まれるのとほぼ同様の仕組みで、断面を横から見ると、糞の先端から食道にかけて Z 状に折れ曲がり、Z の上の 体が、糞部、残りは、体腔内にある、食道部である。接触時にはこれら全体がほぼ一直線に伸び、糞は前方に長く突出することで、体の本体が入れないような隙間にある動物の、死体や巣穴の中の誤解類などの餌食べることができる。糞先端の内部は、上下二段に分かれており、上段は食道まで続く高校で、下段は、死絶が、生成収納される。 死絶脳となっている。これらの構造には、発達した筋肉が、粉内部で何本も付着しており、粉全体として自由で活発な動きができるようになっている。死絶は、尖り絶型、レイチェクラセイトで中葉は三葉尖り以上で丈夫な、きちんからなり、餌を削り取る。前述の、Z の下の体の部分、すなわち、食道前部の下側には、唾液腺が一つい渦れている。 これは通常乳白色で柔らかい組織であるためよく見れば肉との区別は容易である。足は筋肉質でよく発達し這い回るのに適しており人が食用にするのは主にこの部分である。大部分の種は足の後端に空口を塞ぐ角質の蓋を持つが蓋の形状は属や種によって異なる特徴を示すことがある。例えば粒と呼ばれるものでも 丸くて、蓋の角が中央付近にあり、黄色味を帯びたものは、エゾバイ族、バックイナム。やや赤みのある厚い洋上で、角が一端にあるものは、エゾボラ族、ネプトゥーナなどの違いがあり、蓋があれば、無きミでも判別できることが多い。また、蓋胎部が殻に比べて巨大化しているモスソガイのように、蓋が退化して、微小になり、機能を失っているものもある。 基本的に肉食性で、誤解やその他の動物などを襲って捕食するほか、魚の死体などの死んだ動物の匂いを敏感に、察知して集まり、積極的に食べる、腐食性、不肉食性の傾向を持つのものも多い。この性質を利用して、カゴに、飼料を入れて海底に沈めると漁獲でき、大型の種は、昔から食用とされてきた。この漁法を、バイカゴ漁と呼ぶ。 特に、白梅と呼ばれる越中梅や、大越中梅などの深海生種はこの漁法で得られる。雌有遺体で、メスは交尾後に散乱すると、分泌物で卵納を形成し、これで卵を保護する。メスの足の裏側には、ポケット状のくぼみがあり、この中に分泌物と多数の卵を流し込むと、これを異形にして分泌物が固まり、卵納になる。 ここの卵は多量の卵黄を蓄えているために大きく、エゾボラ族ネプトゥーナなど、幼がいにまで変態した状態で孵化する、直達発生のものも多い。このため、狭い地域で世代を繰り返すことになり、地域集団ごとに文化が起こって、分類を難しくしている。媒化や悪気害化では、船底塗料として用いられた、有機鈴化合物によって、メスの生殖期に異常が生じ、 不妊化するインポセックスが起こりやすいが、エゾバイカでは、必ずしも、その影響は顕著でい。大型でまとまって取れることから食用に利用される。日本では、粒や、粒貝など通称で流通する貝類の大部分と、バイ、バイ貝、バイ貝,貝,貝などの名で売られるものの一部もエバイカの貝類で、刺身、寿司ネタ、おでん、串焼きなどで食べられる。 食料としてみた場合、越中ガイの体内に含まれる微量の水銀に注意する必要がある。厚生労働省は、越中ガイを妊婦が接触量を注意すべき魚介類の一つとして挙げており、2005年11月2日の発表では、1回に食べる量を約 80g とした場合、越中ガイの接触は週に1回まで、1週間あたり 80g 程度を目安としている。 族が非常に多いため、主なもののみあげる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。